我々、はい、あのオフィス女子的な感じに行こうかなと思ってきました、はい、思いますよ、うん、ではでは参ります、はい、あこれはちなみに新タイプと、はい、モッピーちゃん着てるのが新あそうですねタイプ、はい、新タイプ、うん、パールになってます、はい、こうなってますとあと新色があるのでそちらの紹介になりますね、はい、うん、では参ります。はい、選べる4タイプデザインブラウスです。品番が C の6409 でございます、はい、そしてですね新あタイプは V ネック、はい、スクエアネックスタンドネック V ネックパールとございまして、はい、今回は V ネックパールのこちらが、はい、新タイプとなります、はい、なります、はい、そしてお色が、はい、オフホワイトですね、はい、うん、そして手に持っているのがネイビー、はい、ネイビー、はい、そしてテールブルー、はいはい、続いてブラック、はい、履いて赤ちゃん着ているピンクでございます、はいはい、で一応、タイプが新タイプのニューがピンクですね、うん、ございます、はいはい、ではお値段いきます。じゃじゃーん、2590円、イエーイ、はい、そしてこちらはですね2月の4日の土曜日の18時から、うん、再販予定となっておりますので、はい、お見逃しのないようにお願いいたします。お見逃しじゃあお願いします。はい、じゃあおすすめとご紹介します。これはもうすでに発売されてるので多分もう持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、結構デザインはすごいシンプルなブラウスになっております、うん、なので結構オフィス使いとかもすごい結構このネックタイプも様々あるので、うん、オフィス使いもしやすいですし、もちろん結構これからだと入卒園とか入学式、卒園式とかにも着ていただきやすいアイテムになっております、はい、で結構こちらのポイントといえばすごい素材感はね柔らかいです。張り感があるっていうよりかどちらかというとちょっととろみがある感じの素材感になっております。一応こちらお素材がポリエステル 100% なのでやっぱそういうメイン100の張りがあるブラウスに比べるとシワもそこまで気になりにくいアイテムとなっております、うん、はい、で結構なんかポリエステルでちょっととろみがあるので結構上品さが出てくれるアイテムになるのでだからこそ本当いろんなシチュエーションで着ていただきやすいかなと思います、うん、はい、でまあ、あと何より本当カラーもね新色が登場しまして、そうなんです、可愛いわ、ちょっと落ち着いた、ね、ピンクパープルって感じ、うん、かわいい、うんうん、で結構まあ落ち着いてるので まあ、こちらもそういうオフィスとかでも行けるところは着ていただきやすいと思いますし、うん、本当どんなシチュエーションでも着ていただきやすいカラーリングが、うん、前まで結構寒色が多かったんですよね、ネイビーとかブルーがあったんですけど、うん、こういうちょっと暖色系も増えましたので、はい、また皆さんもう1枚持っていただいても結構使っていただきやすいかなと思います、うん、はい、思います。でも、はい、丈感とかサイズ感的には結構どちらかというとコンパクトめなサイズ感にはなっております、はいはい、全部合うとしてもお尻はすっぽり隠れないんですけど、うん、コンパクトだからこそそういうインとかしていただきやすいので、しかもインしてもこの辺りはごわつかないのでだからこそこういうサイズ感がおすすめになっております。はい、あとこの新タイプもね全部ボタンは開けていただけるので、まあ、羽織としても使っていただけますし、うん、結構こういうやっぱパールもねちょっと大ぶりすぎず小ぶりすぎず程よいサイズ感になっているのでこちらもすごいおすすめのタイプにはなっております。はい、はい、ありがとうございます、はい、以上です。うん、はい、うん、じゃあ私ね、ブラウス、スクエアでデニム、うん、はい、ご希望があるのでちょっとしていきます。はい、了解です。スクエア、これあ、そうです、そうです、お願いします。うん、あ、もちろんその頃にジャケット貼ってみて OK です。ジャケットジャケットブラウンがありましたっけ、今あったのよ。あ、あれじゃん、でも合いそう、今の黒に。確かに、うん、ブルーとも相性良さそうで、あ、いいですね。あ、いいですね。大人だ。大人だ、おしゃれ。いいです。こんな感じです、ジャケットは。はい。まあ、スパも、ほんとボリュームスリーブとかではないので、ジャケットも持っていただきやすいです。こんな感じです。うん、ちなみに、モピが今履いてるスカートはですね、岡部由美さんからも新色でございます。うん、で、これは、再販が。おしゃれ色。ね、めっちゃいい色ですよね。うん、品番が M3441 っていう岡部由美さんコラボの、選べる2タイプレーススカートなんですけど、これは今週土曜日発売で新色がねこちらチャコールブルーが入りました。めっちゃいい色、程よい、うん、めっちゃいい色、ね、
本当だから暗すぎず、うん、でもやっぱチャコールブルーなのでちょっとくすみ感もあるので、うん、こちらもおすすめで、マーメイドとタイト2タイプあるのでよかったらこちらも商品ページ見てみてください。はい、はい、いつ発売ですか。こちらの今紹介するブラウスは、今週土曜日に再販でございます。うんうん、青ちゃんのスカートの品番は M3441 です。岡部あゆみさんコラボのアイテムになります。はい、そしたらいきますね。羽織ってたジャケット、これはジャパンかな、かな、あるかな、かな品番が K954 なので、ちょっともしかしたら在庫欠けてるかもなんですけど、よかったら見てみてください。はい、スカート欲しい、ありがとうございます。新色めっちゃ可愛いですよね。おいくらでしょうかっていただいてるんですか。こちらスカートは税込み3490円でございます。そう、あゆみさんコラボの新色です。うん、あ、以前 V ネックと今回のパールボタン V ネックの首の開き具合は同じですかっていただいてるんですが、こんな感じで多分そんなに変わらないかな。ちょっと後で着てみようと思うんですけど、確かにね、うん、多分そんな差はないんじゃないかなと思う。じゃあちょっと私次こっち着てみようと思うんですけど、多分そんな差はない気がします。はい3回ぐらい言った確かに3回ぐらい言いましたねそう感じたんか、ごめんなさい、ちょっと後で聞いてみます、うん、パールカーディガン着てください。 OK です。これにパールでもそんなのガチャガチャはしないんじゃないかなと思うんですけど、うん、あ、ありますね、はい、相性はいいです。そんなことパールパールしてるけど、まあ、特にこの白とかだったらね、同色系なのでそんな目立たないので、うん、こんな感じです。相性良きです。はい、このカーディガンとこのブラウスは、うん、よし、おー、よし。あ、ライブと関係なくてすいません、あやこさんコラボの商品はいつ頃発売でしょうか。あ、あやこさんコラボは3月を予定していた気がします。確か2月ではなかった気がする。なのでもうちょっとだけお待ちいただけたらと思います。お待ちいただけたらと思います。はい、はい、あ、デニム合わせもいいですね。あの、コンサバ感なくすにはというね、うん、質問結構多かったので、うん、もうこれはコンサバ感ないですよ。ないですね、カジュアル、可愛らしさとか綺麗さは残ってますが、うん、ブラウスのおかげで、でもあのカジュアルダウンしてるので、うん、私服シルク感、いや、あります、あります、めっちゃ、うん、感じでいいんじゃないでしょうか。うん、じゃあモピリンにも、はい、うん、じゃあお願いします。はい、はい、あ、じゃあ試食でいいのか。うん、うん、そうだね。はい、モピちゃん大人っぽいですね。そうですって、嬉しいです。うん、ありがとうございます。はい、なのでこんな感じで、こんな感じです。あ、初期原ちゃんコラボのスクエアに似てるかもです。似てそう、似てると思います、結構。うん。後ろがね、スクエアじゃないですので、こっちは。原コラボの方は前後ともスクエアだったんですけど、うん、似てるかもしれないですね。はい。お袖もでも結構違います。うん。秋が似てるかな。うん、原ちゃんデニムはね、これはね、後ろがスリット入ってるやつなんですよ。ブーちゃんね。M の3677 でございます。はい。スクエアかはいつ発売ですか？もう発売はしてたんですけど、土曜日の18時から再販しますので、ぜひ見てください。すごい人気のね、アイテムたちで、綺麗めなシーンね、それこそあの入札絵なんかもすごくぴったりだと思います。ジャケットとか合わせていただいていいかなって思うんですが、すごく人気のものなので、はい、再販させていただきます。スクエア胸元開き具合どうですか。どうでしょうかね、あのそんなにね、ここの横がグッて開いてるわけではないので、そんなになんかいやらしい開き感はないかなと思います。今こうやって前を手を前にしてこうしてもそんなにガバッと開く感じではないので、うん、着やすいスクエアな気がします。はい、満員だと変ですか。うん、どうかな、
よいしょ。カジュアルに着るんだったら結構満員でも良さそうですよ。はい。満員でもなんか全然違和感なく着ていただけます。そうです。テーパードパンツとかでも満員とかでもいい気がしますよ。はい。いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。すごいな。いいなぁ。で、キラもこの色かわいいですね。いいですね。ラッキー。ね。例えば秋ぐらいはそんなやっぱ差はない気がします。ちょっとやっぱさっきもパールもね若干ここが見えてたので、うん、そんな差はないなと思います。はい、はい、この色かわいいわね、大人っぽくなる、また雰囲気が全然変わりますよね。変わりますね、うん、めっちゃ良きです。うん、はい、で、たらもぴちゃんコーデかわいい。ありがとうございます、うん、シアータートルのブラックに合わせてもおかしくないですか。あ、大丈夫だと思います。うん、良さそう。はい、はい、あ、そのブラウスでホテルのアフタヌーンティー行くとしたらどんなアフターと合わせますか。アフター、ホテルのアフタヌーンティー、いいですね。だからこう綺麗めだけど、ね、その卒園卒入ほどでもなく、あーなるほど、でも嫌い目っていう認識で当てるよね、うん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 、なんかね私結構あの持ってきます。いいなぁ、タヌキ。まあレタスのだったらね、私アマウタとか合いそうな気がする。ちょっと品番が今出てこないんだ。ちょっと商品ページで、あ、このねフェイクウールノーカラーショートコート景品番 K1187 とか良さそう。こんな感じ、ちょっと綺麗めチックな。あ、でも全然高かった。え、なになになに、なんかこのアウターとか良さそうやなと思ったんです。あ、良さそう、ね、うん、いいと思う、めっちゃいいと思うし、うん、近しいけど。あ、確かに。これ、じゃあもぴちゃんに。あ、ありがとうございます。あのカーディガンとジャケットの間みたいな感じ。ああ。めっちゃいいじゃないですか、これ。よくない？めっちゃいい。ね、綺麗めに。で、けどかっちりしすぎてないから。そう、ちょっと緩さがあって、うん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 、でもノーカラーで、ノーカラーコートのような見え方もするみたいな。うんうんうん。かわいいと思います。かわいい。これいい。です。良さそうです。ぜひ参考にしてください。質問がしゃれてる。いや、間違いないです。間違いない。あの、いいな。アフタヌーンティーに汚れたよ、ね、使おう、ね、おじゃれ、うんうん、はい、どうでしょうか。あとはピンクは少しくすみ色ですか。そうですね、くすみ系ですね。なんかピンクと本当パープルも入ってる感じかな、うん、結構くすんでる系のカラーにはなりますね、うん、はい、です、うん、じゃあ私はちょっとブルー、うん、見てみようかしら、はい、と思います。お願いします。はい、あ、ブラックのジレを合わせるなら何色は何タイプがいいですか。ブラックを合わせるなら、あ、大丈夫、ブラックのジレを合わせるあ、これあ、そうそうブラックのジレを合わせるなら、ジレだったらジレがもし何もボタンとかついてない結構シンプルなデザインだったらこういう V ネックのボタン付きとかパールのやつでもいいと思うんですけど、個人的にはスクエアネックのタイプか、うん、もう一個なんだっけ、タートル？そう、スタンドネックのどっちかがおすすめかなと思います。相性的に色はね、黒だったら私ブルーとか可愛いと思います。ペールブルーとか、まあ、もちろんモノトーンで、オフホワイトのモノトーンでもらっても可愛いですけど、あえてカラーものとかでも可愛いかなと思います、うん、はい。あ、原ちゃんの、うん、原ちゃん、あきこさんデニムですか。あ、これはね、ブーちゃん品番のね、うん、M3677 です、うん、後ろがスリット入ってるやつですね。はい、はい、でございます、うん、あ、ももちゃんの時のアウター羽織りますか。 あれね、もうね、持っていっちゃってて、そうなんです、ちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、そう、でも合うと思います、めっちゃ、うん、うん、です。あおちゃん、スタンドネック合わせてほしい、OK です。じゃあ、はるちゃん帰ってきたら、スタンドネックで着てみようかなと思います、はい、あ、てか、はるちゃんが今見てくれてるわ。そうそうそうじゃ、待ちください。でも、多分モビリンにもね、着てもらいたいと思うから、じゃあ色違いにしましょうか。そうですね、ね、
このピンクでスタンドネックあるんで、じゃあ着てみます、はい、男友達と出かけるならブラウスはスウェットどっちが良さそうですか？関係にもよるかもしれない確かにそのどういう、もうなんかいやーどうやろうな考えてますね、ちょっとねいい感じやったらブラウスやと思う。分かる分かる。もうザ友達やったらもう私は全然スウェットでいけますね。うんうんうん、はい、分かる分かる。ですか。よかった。ですかね。はい。ちょっと戻りますね。入園式はホワイトがいいですかね。まあ、ホワイト。うんうん。でも入園式やったら、はい、ちょっと華やか、うん、お色。入ってても、そうですね、まあ、その厳しい感じのところでなければ、うんうんうん、大丈夫かなと思いますけど、ね、うん、このブルーとかでも、可愛いします。ピンクでも可愛いし、思うけどな。でもそう思いますね。うん、なんかね、卒園式とかちょっと黒系の、ね、ね、イメージがありますが、入園式とかはせっかくなんで赤ネギだとかなさそう。ね、うん、ちなみにただの友達で恋愛感情はないです。じゃあ、スウェット顔。スウェット顔です。はい、はい、ね、そういう感じですね、うん、あ、でその男友達に興味あるならブラウス着てお腹に、ね、お腹に出しちゃうと、いや、わかります ね、 ね、はい、そうです ね、 ね、あ、一台ですね。おんちゃんの意見わかりますね。そうかも、そうかも、うん、セットでいいですからね、楽ちんだし、中に引っ込めるし、はい、めちゃめちゃいいですよ、うん、あ、かわいい、この色で、これもね、全然カジュアルダウンしてもらえるので、うん、いいと思います。はい、お願いします。はい、じゃーん、こんな感じ、うん、じゃあ、スウェット、そうそうそう急になんかね、急に顔みたいな感じ、確かに、扱いが扱いが、うん、夫様が寝てる横でニヤニヤしながら見てます。お疲れ様です。でもね、楽しいですよね、恋愛トークって。いやね、そうなんですよ、うん、もう恋愛はできないが、いやいや、でもやっぱね、聞いてたらやっぱ家族っていいなと思います。ほんまにニヤニヤ、まさにしニヤニヤできるようにキュンキュンできるね、ブルーも素敵なんですよ、そうそう。なんか爽やかな感じが出ますよね、ブルーはね。ピンクは可愛い感じ、ブルーは爽やかな感じ。うん。はい。あ、ジャンスカにもいいと思います。めっちゃ、ね。絶対可愛い。ジャンスカもこういうサスペンダー系も、釣り系ね、絶対いいと思います。あ、ピンクのスクエアはなくて申し訳ないです。でもこれあるかな、ライフ、あ、じゃあピンク新色か。あ、そうなんです、ピンク新色で、ピンク新色だもんね。ちょっとスクエアがね、なかったサンプルが、ごめんなさい。うん、ね、恋愛的いいですよね。あ、あれじゃあスリット入ってるデニムのヒーバー、ごめん、もべちゃん、さっきのスリットのタイプを、はい、OK です、お願いします。はい、ピンク版忘れちゃった。あ、後ろ姿、はい。あ、ちなみにこれはあきこさんコラボのデニムです。うん、さっきのデニムもあきこさんコラボのデニムも両方ともいい感じに合いそうです。はい。ピンク版は M3677 です。M3677 でございます。さっき履いてたやつ。で、こっちは田中あきこさんコラボのデニムになっております。はい。モピちゃんが最近買ったボタンかわいいジレもあるかな。ボタンかわいい、これ、あ、これ大人気です。これかな、うん、これかな、これかも、かわいいよね、かわいい、めちゃかわいい、今の子で、ね、合いますよ、合いますよ、はい、大丈夫です、うん、はい、はらちゃんが履いてるデニムに合わせるなら他に何色がおすすめですか。あ、これはもう、この、うんうん、服色もいいし、うんうん、インディゴなので、うん、全色ね、うん、全然合いますよっていう気持ち、うん、合いそうな気がする、うん、ただまあ、合わせるアイテムによって雰囲気はガラッとは変わるので好みにはなるんですが、ちょっと春らしさがしたいんだったらこの辺の色の方が、うん、こっちがインディゴなのでいいかなって思います。はいはい、
あ、ジャケットね、さっきね、まりちゃん合わせてくれたんですけど、私今いけるかな、お次郎が開いてそう、あ、開いてそう、いけそう、ありがとう。何でしょう、あ、モピーちゃんにジャケットの方が相性良さそうだな。あ、なんか色味的にはね、あんまり悪くない、うんうん、なんかあ、でも全然、うん、あ、でもなんかジャケット着ると、あ、めっちゃ好きで着てましたね、ありがとうございます、うん、うん、いいな、いや、いいですね、うん、あ、好きやわ、いや、私も好き、めっちゃ好きやわ、ジャケット合いますよ、はい、合いますよ、はい、うん、よいしょ、うんうん、最近中途半端に髪が伸びてきて、まとめ髪をすることが多いので、スタンドカラー良さそう、確かに確かに、うん、良さそう、うん、私もあの、もみちゃん首長いからあれやけど、いやいやいや、ちょっと首短い族は、あの、上げてる方がもしかしたらスッキリとね、いいかもね、はい、という感じで、はい、ボタンを回せる、はい、じゃあ、パンツ、そうですね、ラスト、行きましょうか、はい、はい、じゃあ、ん、私だ、あ、ありがとうございます、私だ、私だ、はい、お二人のおすすめカラーは何ですか？うん、むずいな、これは。どのカラーも可愛いんだよ。いやー、むずいな。うん、それむずい。でも個人的にこのブルーが好きです。うん、可愛い。うん、なんか意外とないですよ、このブルーのこういうブラウスって。なんかね、クリアな感じのね、うん、清潔感があるブルーが好きです。うんうん、で、私もブルーも好きですし。うん、でもこのピンクも可愛いし、結構ネイビーとかも好きですね、うん、確かに確かに、使いやすい、うん、そうですね、使いやすい、うん、あきこさん、これもデニムサイズなんですかって、あ、これはね、S です、はい、はい、S です、 S です、はい、あ、そうです、モーキーちゃんのパンツはモモちゃんパンツですね、うん、はい、品番はM346 の今 M サイズを着用しております、はい、あ、ブルー汗じみ目立ちそうですか、あ、まあブルーはな、そうだな、うん、結構やっぱカラーものは、うん、そうですね、やっぱり気をつけていただいた方がいいかなとは思いますね、うん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 、黒系の字である、羽織ってみてほしい、黒系の字であったかな、黒系の字で、ジレじゃないんですが、ベストだったらありますね、これこれ、あ、違うの、一番左です、あ、これね、はい、確かに、はい、ありがとうございます、すいません、そう、ちょっとジレではないんですけど、雰囲気がまだ近いかもしれない、うん、確かに、こんな感じです、黒だったら、でも黒でもやっぱこういうちょっとピンクもくすんでるので、うん、そんな強い、めちゃめちゃ強い印象にはならないかなと思います、確かにね、うん、黒とかグレーでも良さそう、ちなみにスカート合わせるとしたらどんなのがいいですか、スカートはね、多分何でも合うと思います、タイト系、マーメイドは間違いなく合いますし、うん、まあ、フレアとかでも全然合うと、ね、良さそうなので、うん、結構スカートは問わず、うん、デザインが結構シンプルなので、うん、身幅も大きすぎないので、パンツもスカートも結構どんな形でもいけると思います、はいはい、うん、あ、おっちゃんブルー着てましたが、着てなかったら当ててほしいです、うん、OK です、ありがとうございます。ちょっとこっち行く。ブルーね。はい。ブルーはこんな感じです。一気に爽やかな感じになりますね。うん。こんな感じでございます。はい、顔のくせにはそこまで気に合わないかなとは思います、ね、うん、はい、お、ベストアースも可愛い。で、ベストもジレも相性めちゃめちゃいいので。で、やっぱ素材感も本当、ちょっととろみがあるので、やっぱそういう重ね着というかっていうのもすごいしやすいです、本当に、うん、今来ました、リボンベストはもう買えますか、もう買えます、品番は C6635 で、まだ最後あったんじゃないかなと思うので、よかったら見てみてください、白とネイビーと黒の3色展開です、うん、はい、はい、うん、あ、ブルーにします、ぜひ、おすすめでございます、お首詰まった感じはないですか、そうですね、ここちょっと隙間があるのでこんな感じであるので、苦しさは全然ないです、はい、私は大丈夫です、うん、多分大丈夫な気がしますね、うん、はい、うん、私も大丈夫です、はい、体も大丈夫です、まきちゃんのハイドパンツは M3746 です、はい、ももちゃんの品番のやつですね、うん、うん、うんと、あ、そのツイートバッグを見るたびね、可愛いですよね、これち
っとね、本当結構容量が限られちゃうんですけど、ま、本当に可愛いです。そうそう。うん、めちゃめちゃ可愛いよね。あ、そうですね。本当アクセ感覚で使っていただくのがいいかもしれない。うん、が、今週日曜日に発売のバッグも可愛いので、うん、お楽しみに。はい。はい、今日発売のバッグも可愛いです。はい。そのボタン外して腕まくりできそうですか？あ、できます。あ、できますね。ボタンは外せるので、外してもらったら大丈夫です。折っていただいてもいいかなと思います。うん。あ、ママちゃんチュリーか。あ、了解です。そうですね。私もじゃあ、まだ着てないので、着てみますね、最後。おしゃべりコーナーで。ね、はい。気になってた。ラスの短い近くで見たいです。ほい。こんな感じです。ポリエステル 100% で張りがあるっていうよりかはちょっと柔らかいとろみがある方の素材感になってます、うん、こんな感じです。かわいい黄色、じゃんじゃん黄色かわいい。後ろ出てる。あ、これですこれ着てみたかったんだ。かわいいですよね、うん、かわいい、うん、このデージュに合うかなと、うんうんうん、めっちゃいい勝利。じゃあモビリンの、はい、次のパンツかな、はい、うん、着てもらおうと思います。カラーものはやっぱりいいね、気持ちが上がるわ。いやですね、うん、うんうん、買ってたキャリーのバッグなんですか、ここに過ぎてますか、これ読んでくれたのかな。モピちゃんすみません、聞き逃してしまったのですが、はい、さっき先行で買ったって言ってたキャメルのバッグってどんなのですか、はい、あ、カミスン出てますか。カミスンは多分まだなんですけど、多分火曜日のライブでちょっと出してて、ちょっと筒っぽいなんか楕円っぽいやつなんですけど、火曜日、今週の火曜日のライブで多分 IGTV 見てもらったら、多分最後の方かな、うん、で多分ちょっと軽く紹介はしてるので、はい、はい、よかったら見てみてください。見てみてください、はい、日曜日発売なんでまだ時間はあるので、うん、いずれか商品ページも上がってくると思う。いずれか上がってくるそろそろ上がってくる。皆さん、ね、カミスンとかちょっとチェックしていただけたらと、はいはい、思います。はい、ぜひ、うん、はい、ブラウスは卒園式や入学式に行けますか。今紹介させていただいてたこれかな。こっちは、ね、全然行けると思いますよ。もうオールマイティに行けちゃいます、うんうん、むしろすごく本当にそっち向きというか、うん、もちろんカジュアルでもデニムはまた可愛いけど、そういう綺麗めなシーンにすごく向いてるかなって思います。